皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画はエプロン1枚で至高のペペ玉を作っていきたいと思います。料理研究家のリュウジさんという方のねレシピを参考に作っていきますので、ちゃんとしたレシピが見たいっていう方はぜひリュウジさんの動画を見てください。もう私の動画に関してはもう適当です、すいません。深夜にね、今何時だか見せてやろう。12時52分でございます。はい、こんな時間に私は一体何をしているんだろうというね気持ちがいっぱいでございますけれどもね、アラサー女でも楽しく一人でこんなにエンジョイしてるよっていうね、もうあなたは何も怖いものがないよっていうところをねお見せしていきたいと思います。で、今回使っていく具材はこちらです。パスタ、ニンニク2かけ、卵2個ですね。そしてバター、オリーブオイル、白だし、本当だったら普通のね唐辛子が欲しかったんだけども、うちにねあると思ったらなかったから今回代用して、あの業務用スーパーかどっかで買った結構辛めの唐辛子をね使っていきたいと思います。そもそもペペ玉って何っていう、ペペロンチーノに卵を加えたもので、簡単に言えばカルボナーラ未満ペペロンチーノ以上みたいな中間な感じですね。私は大好きなメニューでございますので、こちらを作っていきましょう。ということで、まず下ごしらえからしていきますね、私の下ごしらえからしていきましょう。はい、今回私のね下ごしらえで使うのはこちらでございます。赤干しでございます。家でたまに瓶ビール飲むとうまいよね。グラスもキンキンに冷やしといたわ。誰もグラスを斜めに傾けてくれる人なんていないのよ。1対1になるねん。泡がしぼんできたら斜めに向けて、それでは下ごしらえスタート。乾杯。深夜1時の瓶ビールはしみる。うますぎ。ちょっと眠かったんだけど目覚めたわ。うん、おはよう。じゃあまずはニンニクを切っていきます。2かけですね。ぽい。やっぱさ、ニンニクのチューブめんどくさいからよく使うんだけど、ちゃんとニンニク本体って何本物のさっきまでまん丸かったニンニクから使って何かを作ると、ごめんギャップ、格段にうまいよね。ざっくり切ろう。目があるかもね。ちょっと真ん中切って、ザザ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 ザっとみじん切りにしていきます。よいしょ。はーん、臭い、うまい。そしたらこのフライパンを使っていきましょう。オリーブオイルを小さじ2、2目分量でやらせていただきます。したらここに打ち込みます。火にかけます。加熱を始めます。かなり弱火でしっかり香りを出していきたいです。もうすでにいい香りなので飲みます。あー、いい匂い。大瓶のいいところはまだあるってところ。いい感じに火が通ってきてますよ。かなり香りが出てきてますから、唐辛子を入れたいんだけど、これも少し入れて一緒に味をね出していきます。さすがにもうこの格好寒くなってきたってことだよね。ここにもう 300cc お水をドーンと。はい、これぐらいの量だとちょうど麺にねお湯が吸収されてくれるので、
う綺麗さっぱり、もうこのスープごといただいちゃう、茹で汁ごといただけちゃう。そしてここに白だしを小さじ2ぐらいかな、こんなもんかな。もうこのスープがうまいんだけど、パスタを用意しておきます。1人前なので 100g 使いましょう。こんな感じじゃない？お湯が沸いてきたので、ここにパスタを投入します。フライパンでパスタ作った方が楽だったりするよね。6分ぐらいかな。はい、で1回酒飲む。この間に卵をね溶いておきましょう。パラン、パラン、溶きましょう。なんか溶き卵してる時ってさ、無心になれるよね。大瓶終わり。ちょっとここからはもうチェイサーを飲みます。パーフェクトサントリービール、糖質ゼロだからチェイサーと一緒。いただき。雨、これめっちゃうまいとか言ってたら、はい、湯だったんじゃないんでしょうか。煮汁はもうほぼなくなっております。うんうん、ちょい固めでちょうどいいです。火を止めました。そしたらここにバターを入れます。まあ、ざっくりざっくりこんな感じかな。これで和えます。ここでやっとさっきの溶き卵、これをあえていきたいと思います。いや、一気に入れました。卵あえパスタになってます。弱火にセット。じっくりと卵を固めていきます。リュウジさんの動画の音楽を口ずさんじゃった。こと言ってるっちね、ダメなのよ。ほら、固まっちゃうから固まっちゃうから、う固まらないようにしっかり混ぜておきましょう。シコのオムライスの時とちょっと似てますよね。いいんじゃないでしょうか。これで火を止めます。皿を用意して、も一味をオンしちゃう。いいんじゃない。はい、完成しました。ペペ玉雑バージョン。うわー、やった食べれる、お腹すいた。いただきます。うんま、辛さもねちょうどよかった。粉末の唐辛子で作ってもピリ辛にできて楽しいと思います。うん、うん、超濃厚で酒のつまみの味。ちょろっとだけね。うん、うまっ、うん、あ、ごちそうさまでした。いやちょっとね、ご飯の美味しさに酔った感あるわこの満足するともうなんか、あ、もう幸せっていう、こう幸せ未知数が高まっちゃうから。お酒別にいっぱい飲んでるわけじゃなくても、めっちゃ今ほわほわほわって頭の中してます。イエーイ。まあレシピの参考には私の動画はならないと思うから、ぜひ本家のリュウジさんのね動画を見て、みんなも真似してみてください。それじゃあ、さよなら、バイバーイ。